こんにちは。ウェブ解析入門その9ということで、チャレンジの話をしていきたいんですね。そのために必要な仮説検証と PDCA サイクルの話をしていきます。ウェブ解析協会代表理事の井尻と申します。で、次にウェブ解析で数字を見てチャレンジをしようという話を前回しました。では、どうチャレンジすればいいのかという話をしていきます。ウェブ解析でチャレンジしようということで、結局ですね、ウェブ解析を通してやっていきたいことは、この事業の成果につなげるためにみんなでチャレンジをしていくことです。つまり、ウェブでいろんなビジネスをしていきたいという時に、当然新しいチャレンジをしていきたいと思います。でも、やっぱりこのウェブ担当者としては、やっぱりこの、リスクがあるわけですよね。このチャレンジをして成功したらどうなのかってことを言いますけど、失敗したらどうなのかと。でですね、ウェブ解析はその時にこのコンパスになってくれる、あるいは車のタコメーターとかスピードメーターになってくれるわけですね。つまり、チャレンジをするときにやっぱり知りたいのはリスクです。ウェブ解析を通して、このウェブ担当者にとってのチャンスとリスクをちゃんと把握した上で、そして彼らができる範囲で、つまりそのリスクは負える範囲でですね、小さなチャレンジを繰り返していくこと、これがこのウェブ業界において、あるいはウェブマーケティングにおいて成功する唯一の方法です。どんな方法でも必ず成功する方法はありません。でも、トライしたことに対しては失敗はないんですね。もし何かを試してみました。そしたらうまくいった、これは良かったとしましょう。でも、何かをトライした時に失敗してしまった、つまりうまくいかなかった場合、この時にはそれは失敗ではなくて、この方法はうまくいかなかったという経験が1個積み重なるわけです。その分だけ次は同じ失敗を繰り返さなければいいわけですね。こうやってですね、ウェブ担当者が少しずつその自分のリスクとチャンスを知った上で改善を繰り返していくことで、だんだん自分なりに勝てるパターン、勝つ方法、勝つ戦略を見つけていくわけです。でも、これにはやっぱりリスクを知らなきゃいけないわけです。ウェブ解析を通してリスクを知って、そしてですね、このウェブディレクター、そしてウェブ制作会社の皆さんは、ぜひこの一緒になってこのチャレンジをしてほしいんですね。今ここにボートの図があります。今までの形は対立図でした。つまり、ウェブ担当者はいかに安く試作をさせるかっていうことが仕事だし、ウェブ制作者はいかに言われた仕事をちゃんと収めるか、だからいかにちゃんとやるべきことを教えてくれという仕事、そして間に挟んでいるウェブディレクターは両方の仲介をするという役割でしたけども、本当に僕たちがやるべきことは、ウェブの制作者、ウェブディレクターはこの一番後ろにいるような、全体をリードするようなプロフェッショナルじゃなきゃいけないんですよね。そして、この一緒に楽しんでいるこの前にいる方々がお客様、つまりここでいうウェブ担当者とすると、一緒になってゴールを目指していく。ゴールは簡単です。事業の成果をつなげていって、ユーザーをきちんと理解することです。このゴールに向かって一緒になってチャレンジしていく、こういう形で僕たち仕事をしなきゃいけないと思うんですね。じゃあ、皆さん、ちょっとやってみましょうか。例えばです。これは私がいつもお勧めする、では、ウェブ担当者の人たちに、そしてウェブ担当者の周りの一般の社員の方々に、ウェブ解析を基づいてですね、みんなで一緒にユーザーのことを妄想することですね、ユーザーのことをイメージするというためのトレーニングによく使っているものです。これは時系列分析です。つまり、午前0時から午前23時までのページビュー数とセッション数を出します。ページビュー数がこのオレンジで、セッション数が青です。そうするとですね、午前0時から23時までだと、ユーザーが、セッションがですね、たくさん多いとき、ページビュー数がたくさんあるときが、それぞれバラバラにありますね。この情報とですね、あとはこのサイトはガーデニングショップです。つまり、鉢植えとか、あるいはスコップとか、種とか、農薬とか、そういうですね、家庭用のですね、ガーデニングに使うあらゆるものが売っているような、そういうですね、ネットショップです。このサイト、どんな人が、どんな目的で来てるんでしょうか。そして、例えばです、そのターゲットユーザーにメールマガジンとか送るとしたら、どのタイミングで送るかということが大事になってきます。例えば、ここで言うと、10時にね、一つピーク来てますね。この時に、やっぱりコンバージョンやページビュー数が高い時にメールマガを打った方が、コンバージョンになりやすいと言われています。なので、このタイミングにですね、この10時のターゲットに合ったメールマガを送っていれば、それ分だけ売り上げにつながりやすいわけですね。では、10時に来ている方はどんな人でしょう。何を求めているでしょう。このことを自分たちで考えて、まずは妄想してみる、ユーザー像を考えてみてください。これ、例えば、これは
例えばの例です。つまり私の単なるイメージです。妄想です。正しいかどうか分かりません。でも、10時に来る。この10時に来るってことはですね、結構主婦の方とか多いんですよね。小児科の病院とかも10時にピーク来るんですよ。だからこの10時は主婦じゃないかなと私思いました。なので、主婦がこのガーデニングショップに来るって目的はいろいろあると思うんですけどね。主婦ならではという意味では、家庭菜園とか。ということで、この10時の主婦向けには家庭菜園特集とかね、来月には食べられる美味しい大根特集とかね、あるいはですね、手間いらず、農薬も使わずに簡単にビタミンが取れる野菜の種5000とかね、こういうのを送ってみてはどうかなと。次にこの昼間ですね、安定的に意外にもこの10時と同じぐらい来てますね。ここで気をつけたいのは、午後2時からこの夕方の5時ぐらいまで、皆さんお仕事中の場合ですね、ガーデニングショップって見てますかね。まあ、なかなかね、普通の企業でこのガーデニングショップ見ててですね、上司が褒められることは少ないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、主婦ってこともありえます。主婦だったらね、何でもいつでも見れますからね。ただこんなことも考えられます。これオフィスユースじゃないかなと。つまりオフィスのですね、総務課とかそういうところでですね、よく会社でなんかこうお祝いがあるときにお花とか送ったりしませんか。よく鉢植えの欄とか、あるいはその新規にこう事務所を移転したときに鉢植えの植物とか、この時間帯にその見てる人はもしかしたらその総務部の方じゃないかなと思ったわけです。そうするとですね、例えばですけども、この2時から5時の間は観葉植物特集、オフィスガーデン、オフィスグリーンですね。要はオフィスに置くような観葉植物の特集をして送ってみる。今なら 50% オフ、大きさも立派なので、とても1万円ポッキリに見えないけども、非常に立派な観葉植物とかですね、会社の金運が上がると呼ばれている観葉植物特集とかですね、あるいは月に合わせた花言葉を添えた欄に限らない、移転、新規、就任お祝いの花の鉢植え5000とかですね、こんな感じでやっていくとですね、いいかもしれませんね。そして最後、この一番ピークの来ている午後10時ですね、22時、どんな方が見てるんでしょう。まあ、これもね、いろいろあります。実際には分かりませんが、まあ、当然家に帰ってからでしょうね。お仕事中に10時に見る方ってよほど、まあ、ガーデニング専門家の方かなんかでしょうね。そうするとですね、10時って皆さんどうでしょう。まあ、当然その趣味で見てる方が多いと思いますが、皆さん趣味のページって何時ぐらい見てます。個人の午後10時って皆さん見てますか。実は残念ながら若い方って午後10時はまだいろんなことをしててネット見てない時間だったりするんですね。まあ、お食事行ったりとか家族と過ごしたりとかして、まあ、10時ぐらいやっとなんかこう、まあ一息ついたぐらいの感じで、大体10時よりも11時、12時、1時ぐらいのパターンが多いんですね。この時間にピークが来る方っていうとですね、私パッと思い浮かぶのはですね、年配の方、つまりですね、6時ぐらいに会社を出て、7時には着いて、8時にはご飯食べて、9時にテレビ見てお風呂入って、そして10時から寝る前にネットを見れるというですね、健全な生活をしているご年配の方が多いんじゃないかなという気がします。そしたらガーデニングショップもね、ご年配のまあ、クロート好みというかですね、ガーデニングあるいはこの園芸とかにお詳しい方向けのサービスなんかいかがかなということで、この年配の方向けにこの盆栽とかね、あと難しいランとか、このあたりのですね、難しめのものを送ってみて、そして反応を見てみると。大前提、これ全く私の妄想です。単なるイメージです。でもこのメルマガを送ってですね、反応があったらそういう人いるわけですよ。反応がなかったらいないわけです。反応がなかったらそういう人いないんですから、違うことやった方がいいです。もう、もし朝8時に家庭園芸特集やってみて、誰も来なかったら、もう、やる必要ないですね。次は違うターゲットとか、違う商品になってきます。なんてことを繰り返していけば、最初は失敗しても、だんだん上手になってくる。だんだんターゲットを理解できる。ということはわかりますか？これがチャレンジです。リスクはメルマガを売ったけど、全く効果がなかったというリスクです。これは追えますよね。このようなことで、終えるリスクと終えるチャレ、まあ、達成できるチャレンジというものを繰り返すことで、だんだん成功できる
ことを広げていく。これがこのウェブ解析でとても重要なこの改善をするための考え方です。いろんな業界ありますよね。例えばペット業界、これペットのですね、預かりサービス、高級ペット預かりサービスの場合はどこがピークか。これは太い濃い線がですね、これがページビュー数、この薄い線が実はコンバージョンを指しています。この場合ペットの予約をしたいという時間ですね。これ見ると午前11時なんですね。午前11時にこのコンバージョンレートが跳ね上がる。じゃあどうするか。多分これは高級なペットの預かりサービスなんで、まあ専業主婦で比較的その所得も高くて、まあペットもすごく大事にして、まあいう方なんで、多分海外旅行とか行くこと多いんじゃないですかね。この時間に預けているというのは、実はその後豪華なフライトに向けてかもしれませんみたいな。そしたらですね、ちょっとこう思考を変えて、まあ海外旅行に対してもですね、ちょっと紐付けたようなクーポン券とか、あるいはもしかしたら、送迎サービスとか、あるいはペットの預かりをですね、空港まで行ったところでペット預かりますよみたいな緊急サービスとかあったら、もしかしたらニーズがあるかもしれない。これもまたマニアックな業界で、これはフィギュア買いというサイトです。フィギュアってあれです。お人形というか、あれです。おもちゃです。でですね、食品にくっついているものとか、あるいは様々なそのフィギュアがあるわけですね。アニメーションのキャラクターとかも。この、ピークは、セッション数で見るとですね、日中見ていて夜下がるんですが、コンバージョンレートはなぜか、午前7時とか、午前2時に跳ね上がっているんですね。ということは、この方やっぱり深夜にこの購入を決めているわけです。あるいは朝方ですね。もう夜中はずっとこの、テレビとかを見て、アニメを見てですね、それからこのフィギュアの買い取りというものに、フィギュアを売却したりしているのかもしれません。であれば、メルマガもですね、午前1時とか、午前5時とかに送ってですね、残念ながら、最終話になったあのキャラクターのフィギュア、記念に 20% 買いまし、高値で買い増しますよみたいなキャンペーンを送ったら、すぐ反応があるかもしれません。最後に紳士服の、これはオンライン、オフライン両方あるネットショップですね。はい。これ見るとですね、これファッション業界全体的に言えることなんですけども、やっぱりこの商品数が多くて、閲覧が長いんですよ。なのでですね、全体的に朝からずっと緩やかに上昇していく傾向にあります、セッション数は。これは一般的な話なんですけども、コンバージョンレート、これもですね、面白いことに、この午前4時にピーク来てるんですね。ここは紳士服の販売をしてます。紳士服販売店で午前4時に行って誰が買うか。お気づきの方がいるかもしれませんが、これは仮説で実際に本当かどうかわかりませんが、私はこれ見て思ったのは、夜のご商売、ホストとか、もっと言うとホステスの方が多いんじゃないかなと。ホストは多分ね、ネットじゃなくて本当にお店で買ってんじゃないかなと思うんで、ホステスさんとか、要はお仕事終わってから、お得意様、常連様のですね、お誕生日のお祝いとか、そういう時にですね、このネットショップで買ってるんじゃないかな、みたいな。ネクタイとか、ベルトとかですね。同じことは実はブランドショップでも言えて、ブランドショップでダンヒルとかの財布とか、ベルトとかネクタイが午前4時とか3時に売れるんですね。これも買ってる方は女性が多かったりするんです。先ほどの前のビデオでテレビ電話の話をしましたけど、同じように気づかないにずっとあるんですね。なので、もしかしたら午前3時とか4時ぐらいにですね、このネットショップでは、50代男性が、の心をわしづかみにする5000円ポッキーで買える、喜ばれる財布特集とかですね、ちょっと安すぎるかもしれませんけど、そんな感じの特集があって、反応があったら、これも午前4時台はですね、品揃えから全部買えた方がいいかもしれませんね。なんてことも分かったりします。全部妄想です。大事なことは、こんな妄想を働かせながら、メルマガを打ってみて、話を見てみる。あるいは広告を打ってみて、反応を見てみる。そして、うまくいったら一緒に喜んで、うまくいかなかったら何が原因か考えて、その失敗経験を二度と繰り返さないように、PDCA サイクルを回すことが大事です。この PDCA サイクル、プランドゥチェックアクションをですね、回すということ、そしてこの仮説検証、先ほど言った妄想とかイメージといったものは仮説なわけです。その仮説を立てた上で検証していくわけです。メルマガを打つとか、広告を打つとか、キャンペーンをしてみるとかですね。この仮説をさせて検証していくことがウェブ解析でとても重要で、データを見ただけで分かることなんてほぼないわけです。大事なことは仮説に対して数字を見て結果を判断することです。
この PD サイクルと仮説検証をですね、事例を用いて見ていきたいと思います。例えばです。時間帯分析、そしてキーワードの分析。これで売上を40倍にした例があります。ここね、従業員が1人しかいないんですね。札幌市の本社があって、そして、社長さんパソコンほとんど使えません。そしてですね、売上をもっと伸ばしたいんで、新規開拓したいんだよなと。で、やってることはですね、お仕事はこのリサイクルなんですね、不要品回収、そして処分をするということを中心にしていますけども、まあ、他にもいろいろと幅広くできますよというポテンシャルはありますと。なので、もっと仕事が増やしたいですと。皆さん、このような、まあ、リサイクルショップですね。リサイクルショップの場合に、どんなキーワードに集中しますか？そして、どんな戦略を取りますか？この場合の PD サイクルと仮説検証のやり方に関してお話をしていきたいと思います。感想をシェアしていただけると喜びます。次の動画でこの事例をご紹介します。ウェブ解析入門、私の本になりますので、よかったらご覧ください。Amazon に感想とか書いていただけるとね、もっと嬉しいです。古いかもしれませんからね、もし改善してほしい要望がありましたら、ぜひご記入ください。あと、メール、Facebook、Twitter、歓迎でございます。いつでも友達申請してください。またですね、この動画もチャンネル登録できますので、よかったら今後もですね、継続にこのような動画を増やしていこうと思っているので、チャンネル登録をよろしくお願いします。では、皆様、ご視聴ありがとうございました。